皆さんこんにちは、森えりです。はい、今バレンタインの動画を撮っているんですけれども、歯が痛すぎて歯医者に行ったんですけど、頭が今度痛くなって今重症になってます。今日の動画出力できてなくて、ちょっと急遽この動画を撮ってるんですけれども、またね、痛い例のやつが続きました。ちょっと開けてみたいと思います。早急に来たメロンパンクイズです。あ、が3個ほらやばい。あともう1個がおピアノちゃんのティッシュケース。ティッシュケースないのではめたいと思います。できた。これは音フェチをやりたくてスクイーズ3つ取ったんだけども、もうね超気持ちいいの見て、ふうふう、めっちゃ気持ちいい。もうねずっとムニュムニュしてられる、気持ちよくて。いや私マジで今日ね、あの歯医者行く時にこれ持ってって揉んでようかなと思ってたの、ずっと。あの痛さを我慢したくて、でこれをこうやってこうやってあーってやってようかなと思ったんだけど、さすがになんか歯医者でさメロンパン揉んでるやつってやばいじゃんと思って、あの開けなかったんですけど、これがね色違いで3個。うわー、いやー気持ちいい、おー癒されますね。やばい、ピンクのお餅とか超欲しかったけどどこ探してもなくてさ、僕ね、どこで UFO キャッチャーやってるんですかって言われるんですけど、ちょっとねそれね、なんか乗っけていいか分かんないから、ちょっと今度聞いてみますね。なんかちょっと分かんないじゃん、どうなんだろうなっていう、勝手に乗せていいのか分かんないから。伸びる。はい、ということでとりあえず今日の動画はちょっと早々ですけれども、こんな感じで終わりたいと思います。スクイーズだ、スクイーズとあとはティッシュケースでございました。はい、ということで森有でした。またね、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録は多分このぐらいの丸さでここら辺に出てると思います。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。ということで森有でした。バイバーイ。